さあ、それじゃあプランツ VS ゾンビーズの続きやっていきます。じゃあ今回もパズルゲームやっていきましょう。じゃあまずはホーケーポーキーからやっていきます。じゃあまずは安全な場所から行くっていうのもありだけど、お、これか。む、なるほど。むむ、これはそうきたか。ほほ、こんな感じかな。置いておいた方がいいかな。ちょっともったいなかったか。これやっつけられるかな。結構多くない？下がまずいんですけど。あー、とっ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 と、出てこねえじゃねえ。おーっと、ん、なんとかなったか。よし、勝ち確。うん、ちょっとあれだな、油断すると負けちゃいそうな感じだったね。短かったけどなかなかヒヤヒヤした。さあ、パズルゲームやミニゲームは本編のための勉強にもなる。次はゾン、なに、これは食べられちゃうよな。食べられちゃうから生贄をどんどん差し出していかなくちゃいけない。あ、ダンシングゾンビを使ってこいつらを生贄を捧げろってことかな。ってことはまずは、あ、これかじってる間に次食べられちゃうかな。じゃあどうしよう。じゃあまずは、まあ基本はここだよね。でここまでいてドーンっていうのがデフォかなーって思うんだけど、2体投入すればこいつはやっつけることができるよね。じゃあどこからやっていくか。うん、やはり無難にここからか。ここに2体いるってことはダンシングゾンビがどうなるかだよな。やるとしたら一気にやらないと、せっかくの獲物というか食べてる間に攻撃できなくなっちゃうから。じゃあここ投入、2体投入しますかね。いけるかな。いや、やっぱりこっちか。無難に、まずは無難に。でここで死んで、ここは2体かな。2体、3体消しかければなんとかなるはず。バケツは今回全然使えないね。ダンシングゾンビ、これがどうなるかだが、ダンシングゾンビをここに置けば分身が1体前に出るからなんとかなるやもしれん。置きましょう。よし、お、いい感じの場所に出てきた。でパクリ、あれ、あ、食べられ、あ、食べられてる、食べられてる。おー、いけ、ほい。さあこれでなんとかなるでしょう。いい感じじゃない。うん、上の方に出てきて、いいね、あっという間。さあそして下の方、ここはまあこれだよな。やるとしたらこれか、ここにダンシングを置いてって感じかな。どうでしょう。350ポイントだからな。置くとしたらこっちか。ここにまず獲物を置いて食べさせて、お、どうでしょう。これはまあ物量作戦で。さあもう一体出てこい、パク。よし、完璧。で、あとはこれで、おお、いけるね。普通にこいつが新しく生み出してくれるから、あー、バッチリだ。あとは見てるだけ。あ、大丈夫かこれ。あー、敵の時は結構なんとなくなんとかなっちゃってたけど、
味方となるとすごく頼れるな。あ、ついでだからここも。さあ、無駄な余地を散らせる。はい、ご苦労様です。あ、まだかじる気なんだ。取れない。よし、じゃあ次、アナザーチェインリアクション。またこれか。これはバンバン出てくるんだよね。じゃあやっぱり右の方からかな。さあどうするか。あー、やめておくんな、まし、そういうの。こういうのは引っかかるわけ？引っかからなかったら時のために。どうなるかな。真ん中怪しいけど、ここかな。あー、そういうことか。ほいや。あー、嘘か。カードが、持ってたカードが破壊される。ハーフ、ほう、ほう、ほい、ふんぬ。ちょっとそういうのやめてくれませんか。あー、どうなる。勝った。危ねえ。このなんとかリアクションはかなり危ねえな。ちょっと運が良かったところあったかも。さあ次はチーズヘッドワンダー。おう、なんだこれ、いっぱいあるな。まず、おコーンヘッドゾンビが出てくるってことは何かあるんじゃないの。ちょっと硬いからこれ使えみたいな。あ、なにこれ、インプ。インプくんはどういう効果があるわけ。これを何で、何をこれ釣り上げる。125ポイント使う、これかな。ディガーゾンビ。ディガーくんは後ろから行ってもこれやられちゃうよね。ラダーゾンビ。ラダーくんはやっぱりここかな。じゃあまずはインプくんで、ここかな。いや、どれぐらいなんだろう。コーンヘッドでこいつやっつけられるかな。まあ行かせてみましょうかね。インプくんのちょっと性能がよくわからんのだが、インプくんはやっぱりここかな。いや、ディガーゾンビで後ろから基本か。まあ結局やるしかない。あ、ラダーズじゃない、ラダーズじゃない、ディガーゾンビ。あ、しまった、そうだった、地雷に引っかかっちゃうんだった。あー、じゃあしょうがない。こうだ。そっかそっか、すっかり忘れてた。これインプくんでなんとかなるでしょうか。あ、インプくん足速い。足の速さをなんとか利用できるか。あとはここは、こここそディガーゾンビでいいよね。ディガーゾンビとインプくんでコストは175。175か。まあいいでしょう。あとはこれは食べてくれるかな。ラダーは確か最初硬いんだよね。硬いってことはこれはこれで、でもこれがいるのか。じゃあインプくんがこいつをかじってくれるかな。いけるいける。でラダーか。ラダーはここまで来たら多分ここ張り付いちゃうんでしょうね。じゃあこれは引っ張り上げま、待てよ、これどうなるんだ。まあやってみるか。同じコストだからね。ディガーとこいつ同じだからやっちゃいましょう。どうなるかな。む、あー、やっぱりダメなんだ。スカッシュくん強いな。改めて敵に回ると強いってことがわかる。じゃあこれをここに置い、大丈夫だろうな。ツルハシ取られちゃうとかあるわけ、ないわけ。あー、マジか。あ、いやいやいや、じゃあはい、これも、はい、いいね。あー、しまった。結構
まあ、あとはバケツでなんとかなるかな。時間かかりそうだから、ラダーにしようか。あ、いけそうじゃん。はい、インプくん。こっち、インプくん。よし、勝った。なるほどね。マグネットシュルームによってディガーゾンビのツルハシを奪うことができる。なんか地中にいるやつのツルハシを奪っておかしくない？まあいいけどさ、できるんだから。インプくんがめっちゃかじってるのかわいいな。さあ残りはあと4つ。エースオブベース、どんどんやっていこう。ほっ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 。あ、これが出てくるってことはランタンっていうか霧が必要ってことです。あー、これはこうでしょ。む、これはこうか。これどこに置いとく？ここかな。え、あ、中身は見えるんだ。へえ。じゃあどうしましょう。ここかな、やっぱり。じゃあスカッシュくんがいて、これバケツか。バケツ、これはこうかな。バケツはスカッシュでやっつけちゃう方がいいか。ベシッ。あとはここ気になるな、置いておこうかな。あ、いけ、ほっほい、ドン。これは、あ、まずいことになったぞ。おーっと、マジか、やばい。あー、くそ、早とちったか、これは。そうきたかよ。上がまずいんだけど。あ、終わった。いや、終わってない、まだ終わってない。ここがもう特に終わってるけど。なあ、そういうことか。これをやられた、やられてない。でもここがもうアウト。これは積んだ。これ一体いけないでしょ。やるしかないけど、これはもう、あとは見守るしかない。なるほどね、ガルガンチュアか。頑張れ、一番下頑張れ。結構中からあれが出てくるとは思わなかったな。ランタンの効果もわからなかったけど、ランタンをさ、つけたいと思って真ん中あたりをこうパリンって割ったら、そこからこう強大な敵が出てきたらやだよね。あー、間に合わないかな、これは。ここから10ダメージはきついよね、バケツが割れても。おー、いける、いける、いける。やった、超ギリギリ。これは嬉しい。いやー、危ねー。スカッシュがいっぱい出てくるからバケツに使っちゃおうかなと思ったけど、そういうのが出てくるのか。じゃあ次は All your brains belong to us。 意味がわからん。うわー、普通に難しそうなんだけど。まずはここだよね。これでかじってかじってやられちゃって2体出せばいいかな。ディガーゾンビは後ろから、あ、そっか、こいつがいるからダメか。じゃあ、あ、スター、スターか。この角度で撃ってくるんだっけ。ちょうどここってことか。あ、これはどうする。これディガーじゃなきゃダメだよね。あー、ディガー対策がある。なんだ、普通に難しくなってきた。とりあえずこれ、あー、頑張れインプくん。あー、弱。これでどうする。後ろからでもガトリングピーがいるから、これを取って、そして後ろからディガーでなんとかなるかな。
頑張れ。いった、よし、これで後ろからディガーでなんとかなるでしょう。わあ、コストがない。あとはここなんかはかなり、ここを後ろから、あ、でもディガーが効かねえんだな。2体使うとなると、250ポイントも3エナジー使うぞ。それはちょっとまずいかな。こいつにはディガーが効かないから、ここはインプで無理やり行くしかないってことだよね。インプを使って、おお、まさかまさかスターがここに来て何か効力を発揮するのか、しないのか。1、2、3、4体、5体投入しないとここ食べられないってことか。250ポイント、なんとかできないかな。バルーンゾンビはいないしな。ラダーゾンビくんは1回しかできないし、フットボールゾンビはこれ、ここ、あ、ダメだ、こいつに取らせておいてって感じか。やっぱりこれこうかな。で、ここをフットボールゾンビで突破すると。やりましょう。よし、あとは、いや、バケツでもいけるかな、ここ。どう思う？これとこれとこれとこれ、バケツでなんとかなりそうな気もするけど、でもバケツを2体投入することになるのと比べたらフットボールの方がいいかな。というわけでこっち行きまーしょい。頑張れ。そしてここ、ここは、いや、トーチウッドがあるからな。これどうなるんだろう。ここはディガーで、ディガープラスインプで170ポイント使っていくか。よし、そうしよう。で、ここだ。ここはどうしましょう。インプくんでなんとかする。うん、一番上はインプでなんとかするしかないよね。後ろからは地雷が反動しないっていう都合のいいことはないと思うので、ここか。ここもインプをたくさん出せばなんとかなるかな。物量作戦で、とりあえず上か。なんとかなるっぽいかな。あ、あー、これまずいかも。そっか、そういうことか。ゆっくりやんなきゃいけなかったのか。あー、ブーン、そういうことか。うっかつ。さてと、150ポイントは残しておかないといけないな。ここは、これはゴリ押しでいくしかないかな。そうだね、よし、行きましょう。インプ大作戦。あ、そっか、急げ。おっ、わあ、なんとかなるでしょう。なんとかなった。お、チョコレート。結構ディガーゾンビ使えるな。ディガーゾンビのために地雷とマグネットシュルームなんとかするって感じかな。OK、 さあ次は、ベースブレイカーズエンドレス。エンドレス？エンドレスって本当にエンドレス？サバイバルっていう方はさ、実はこれ5回分のゲームが入ってる感じなんだよね。決してやられるまでってわけではなくて、エンドレスではなかった。ただ時間かかるからやらない。じゃあこれやっていこう。わあ、これエンドレスか。メニューじゃなくてショップで、ショップショップどこ。ああ、はい、戻る。買う。
はい。あ、コンティニュー、ニューゲーム、ニューゲーム。はい。あ、場所変わっちゃう。あ、そっかそっか。まあいいでしょ。ガルガンチャーくんの。あ、おっと、しまったー。これは、今すぐにでもやり直したい気分。あー、やり直していいですか？ すごくね、今ね、やる気ゲージがガツッと下がった。あー、まさか、そういうこと？へえ、あかんですよ、それは。これは、やばい。なんかもう普通にもうダメっぽい。来るのが遅いよ。これは？これ使うしかない。なんとかいけた。あー、これ、来たか？ちょっとまずいか？頑張れ。ウォールナッツ頑張れ。つうか3エナジー全然150ポイントに届かないじゃん。どういうことだよ。一応もらえてはいるけど、チェリーボムが使えるぐらいたまるわけ？あー、頑張れ。いけるいける。勝った。お、え、もうベースズインカミング、カレントストリーク1。あー、やっぱりずっとやっていくんだ。あー、そういうこと。 じゃあまあ終わるまで頑張りましょうか。どうなるのかな。おっおっ、これは、とっととガルガンチュア君が出てくることにならないとわからないんだけれど。どこにいる？ここかよ。ふざけやがって。これはここ置けないな。もう破壊されてるじゃねえか。どこにあったっけ？あ、ここだ。おっ、間に合うか？間に合いそう。あ、消えやがった。まあ、オッケー。なんとかなったか。これは、ここに置くしかない。これ、ストリーク5ぐらいまでいけばいいのかな。そっか、ここ開けちゃダメか。なかなか面倒くさいぞ。置くしかねえけど。あー、まあいっか。どうする？出てきた。あとは、なんとかなるっぽい。いけにえ。おお、なんとかなったか。これ掴んだままでなんとかなんないかな。ならないか。そんな裏技は許されないか。あ、なーっと。いやー、それはちょっとないんじゃねえの？あぶねえ、ギリギリ。
やばいやばいやばい、ちょっと、お、圧倒的に弾が足らない。うえい、これは困ったぞ。間に合わないかも。ああ、なんとかなった。しかしチェリーボム使っちゃった。これはちょっとやばいな。よしね。これは守るしかないか。あー、うそ。厳しい。出てこねえ、クソ。ここまで来てこれか。もう積んだ。ダメだったか。しょうがない。結構大変だな。なるべく早く、そうだね、右から順番にどんどん開けていかなきゃダメか。というわけでエンドレスって言ってるから多分終わりはないんだろうね。サバイバルとは違って。じゃあ戻ろう。メインメニュー。はい、